まあ、交換したり販売したりしておりますのでよろしくお願いいたします。1時半になりましたら始めますので、まあ、今年もとてもたくさんいろんなものを持ってきていただいて、また持ってきた方にそのお花の特徴であるとかそういったことも、ね、お話聞いたりしてもらっても結構ですので、1時半になりましたら始めたいと思います。今日はまた園芸福祉アート会の活動費として使わせていただくようになりますけれども、一応よろしくお願いいたします。これまゆってお庭かなんか植えるんですかね。ありがとうございます。あれは同じこと、やり方は同じこと、真っ赤にして普通のトマトって真っ赤になるし割れちゃうんですけど、これは割れないから真っ赤にならない。大勢の皆さんが花や球根など求めて祖母から見えております。のお花を、これは桜草ですよね。桜草ね、桜草、はい、これがサンステリア、ね、これがねワイヤープランツ、ね、はい、またにお庭へ帰って楽しみですね。はい、苗と種の交換会、ね、で宮沢達恵さんっておっしゃるんですよね。はい、それで園芸福祉アート会の宮沢達恵と申します。あ、そうです、よろしくお願いいたします。この交換会をいつ頃から始めたんですかね。もうね5年6年目ぐらいになると思うんですけど、ね、あ、そうですか。どんなこうきっかけで、私たち園芸福祉の講座をここで受けまして、で好きな園芸を通して地域の皆さんと交流してみんなで共に幸せになろうっていう、そんなような目的 で、 この園芸福祉の安全会を始めました。それで、まあ、できることからということでこういった種とか苗を、ね、持ち寄って公開して地域の方と触れ合ったら楽しいだろうなということで始めました。あ、そうですか。花があちらこちらにこう広まっていいですよね。で、どんな方法で交換されてるんですかね。一応持ってきていただいた方にはその分持ってってもらってもいいですし、それからあと2個100円3個100円とかの値段もついておりますので、お好きなものを交換販売もしておりますので、そうですか、はい、持ってこなかった方でも販売しておりますのでご自由に。はい、大勢でやられてるんですかね。そうですね、会員は20人ほどおります。はい、結構いらっしゃいますよね。はい、はい、また真っ白を明るく、はい、するためにまたいっぱいお花こう分けていただいたり。そうですね、お花を通してまたね、はい、お花ってみんな の、 気持ちを明るくしてくれるし、ね、笑顔にしてくれるので、いっぱいね、そういったお花を通じて笑顔とか明るいこう幸せな笑い声とかが増えたらいいと思います。ね、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。大判いっぱい持ってきたの、お花を。ああ、そうですか。ああ、そうですか。うちにもいる。ああ、そうですか。好きなんですね。うん、じゃあ毎年。毎年、私初めて来たんですけど。ああ、そうですか。うん、いろんな種類があって、桜さんとか、はい、あと、何、頂上パパマ。いや、花好きでレバー、はい、
長野どちらから見た？ハモリ。ああそうですか。もうあのなんだ、チラシかなんかで。あのね、マーちゃんに来たんですよ、この前。はい、マーちゃんに。へえ。それでその時に。ああそうですか、はい。ありがとうございます。奉還会も盛況に進み、だいぶ少なくなってきた模様です。安藤さんにもらったほらな、なんだっけ、桜マンテマまた咲いて可愛いわ。皆さんここにあるのもよかったらお見せください。お安いです。